文化の道双葉館、大正9年1920年東双葉町現在の白樺三丁目にあったわけです。2000坪以上の土地の中に邸宅があったわけなんですが、東区を中心とした文化の道筋の拠点施設として移築復元をしましてオープンしたという次第なんですよ。日本の女優第1号川上貞子、そして日本の電力王福沢桃助が一緒に対の住処として住んでいた邸宅ということになります。川上貞子は川上音次郎と結婚されてまして、で亡くなった後に桃助と一緒に住んでいたと。ただし桃助との出会いは貞子が芸者の時に知り合ってまして、その後時を経てまた出会った。事業関係等々を含んで貞子が桃助に傾倒して一緒に住んでいたと。洋館の部分、それと和館の部分、合わせて和洋折衷の建物という形で言われているんですよ。洋館の方に関しましては、当時の部材が使えるものは使って、ないものに関しては今回足したり、和館の方に関しましては、登録文化財というところにもなっておりまして、おおよそが大正9年のオリジナルになっております。1階の方は、貞子、それと桃助の展示系統が主になっております。2階の方に行きますと、京都出身の文学の方の展示という形でですね、書籍も一部閲覧できるという形態でですね、オープンしております。